竹と与町は、愛知県知多郡に属している町。知多半島の中央部に位置し、三河湾北西部の木浦湾に面している。重要港湾である、木浦港の一部が含まれ、沿岸には、工業地帯が広がっている。堀川と豊風図調整地公園河川、古城海岸町内の地名町備村の氏神、竹尾神社と大橋村の氏神、 豊か石神社の頭文字を一字ずつ取り名付けられた。町長町議会竹豊町立図書館、竹豊郵便局竹豊町歴史民族資料館、海外2005年に開催された愛知万博では、一市町村一国フレンドシップ事業が行われ、名古屋市を除く愛知県内の市町村が120の万博公式参加国を、フレンドシップ相手国として迎え入れた。 国内東海カーボン、千下工場豊風か中山名古屋、共同発電名古屋発電所竹豊火力発電所、竹豊町立竹豊小学校 JR 竹豊線、竹豊駅名鉄高和線吹駅竹豊、パーキングエリア中心駅は、JR 竹豊線竹豊駅と、名鉄高和線千田竹豊駅。両社は、約500メートルの距離にある。JR 竹豊線は、 竹豊駅が終着駅である。高速道路国道県道臨港道路公安、三井や住宅岡川寺竹尾神社豊石神社一丁殿湿地中笹田商店の小二蔵と、明田山造 JRA 所属騎手の竹豊は、滋賀県立東市出身であり、竹豊町には、ゆえんがないが、 同盟の縁から1989年と1999年の二度竹豊町に招かれ、1日町長を務めたことがある。二回目に竹豊町に招かれた時に友人としてタレントの見重晴れを連れてきていた。また一時期部のサインが JR 竹豊駅の窓口に飾られたこともあった。ありがとうございます。